時刻は10時を回りました。いらっしゃいませ。セセミューレストランへようこそ。今週も頑張ったあなたの心を癒したい、友よと中内拓磨のせせらぎナイトミュージック、明日からの元気を注入します。はい、こんばんは、中内拓磨です。こんばんは、友よです。今週も始まりましたせせらぎナイトミュージック、よろしくお願いします。お願いします。せせららって今言ったでしょ。そんなことはないよ。あれちょっと噛んだ風に聞こえたな。口の中が乾いてるだけだよ。水を飲もう。水を飲もう。はい、ということで6月始まりましたよ。はい、水飲んでいいですか。いい、どうぞどうぞ。もうあの YouTube をね見る方にはこれ見られちゃいますからね。はい、ちゃんと正面を向いて水を飲むとこがいいですね、 YouTube に向かって。ちゃんと向かって。はい、ということで6月も楽しく元気に行き、はい、参りましょうか。はい、はい、ということで本日もスカイウェーブ FM 京成ローザスタジオより公開収録でお届けしております。はい、皆さんぜひ聞いてくださっている皆さんですね、 Twitter の方お持ちでしたら、アットマーク SESEMYU アットマークセセミをつけて、うん、リアルコメント、リアルつぶやきをお待ちしております。よろしくお願いします、ね、たくさんね私たちに向かって突っ込んでいただいて。私たち違う。あなた。たまにあるって。ごく稀に、はいね、ほぼあなた。ボケてこう、ファイト。違うね。俺がボケたらツッコミ役がいなくなるの。ツッコんでくれるからみんな。あ、ツイッターでね。収集つかなくなるやん。二人でボケまくってたら。気づいたら2時間経ってるかもしれない。本当でしょ。そうそう、そうなるよ、本当に。本当ですね。締めてこう。はい。はい。ということでね、今日もですね、番組の最後に、うん、先週のクイズの答え合わせを、そうだね。しますのでね。はい、はい、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、それではセセミューレストランということでお料理始めましょうか。はい、はい、ではまずは前菜のお時間です。はい、このコーナー最近あったことを話していくんですが、中内くん最近何かありました？大変なこと1個、嬉しいこと1個。あらら、うん、両方教えてくれるの？うん、大変だったことはですね、うん、今住んでいる家が結構古いのですよ、はいはいはい、で多分ね去年も言ったと思うんですけど、エアコン全部直したりとか、うんうん、ね、屋根、屋根も直したりとか。屋根高かったな、100万かかったかな。誰か保険落ちない？いや、 なんとか全額落ちてないけどね。100全額は無理でしょ。でも痛いね。あ、大変だったよ本当に、このコロナ禍で。本当だね。そうで、それに付随してこれはそんな大きくないんですけど、網戸、網戸、うん、ほうほうほう、後でちょっとブログにあげようかなと思ってるんですけど、うん、あのですね、もう網戸が劣化しちゃってて、あ、もうボロボロになっちゃうやつだ。そう、ボロボロで、あの障子とかもさ、劣化してくるとさ、うんうん、指コツンってやると簡単に穴開くじゃない。そうなんだ、うん、障子もねこうやってやるとすぐ穴開いちゃうんだけど、網戸も穴開くんだよね、こうやってやると、バーン、虫さん入り放題ね。入り放題でした。やば。ほらこの時期ってさ、虫湧くのだよね、やっぱりジメジメし始めてるし。そうだね。でしかも僕が住んでるとこちょっと田舎なので、うん、あのじいさんとかにゃん、ゲジゲジさんが多いんですよ。きついきつい、入ってくんだよ、うんうんうん、なんでかなと思ったら網戸に穴開いてんのね。気づかないよね。そうなのよ。うん、しかも面白かったのがさ、うん、網戸の穴開いてるところに雲が巣を張ってんだよね。網戸、じゃあ通れないよ。そうなの、網戸の代わりに雲がそのガードしてくれてるから。雲エロ。そう、そこ入るね、あの虫とか全部引っかかってんだけど、うん、いやだから網戸全部取り替えましたよ。そんな大きい穴開いてたもん。結構拳大。おー、でーかよく気づかなかったねそれ。全然気づかなくてさ、なんか無償くねえと思ったら、そりゃでかい、うん、じゃあ張り替えたん？張り替えた、張り替えた、自分で？そう。おー、あの4つかな、4つの場所を、へー、網どつか、網を買ってきて、うんうん、全部張り替えて一生懸命ゴリ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 やりましたよ。大変そう、網戸。そんな大変でもない。あ、そうなんだ。うん、多分トモちゃんでもできる。本当に簡単にできる。あの二重窓にするのとどっちが大変だった？網戸の方が余裕で楽です。あ、そうなんだ。超楽。へー、簡単に取れるのよ。へー、簡単に剥がせて、であの網買ってきて、うんうん、網をその剥がしたこの窓のところにこう枠に入れて、うん、入れてとか、あと枠の上に置いて、うん、でゴムでこう押さえるだけ以上。へー、簡単に言うとそれだけ。あ、そうなんだ、うん、
すごい楽よ。なんかすごい今の感じだとすごく楽そうだった。だいたい一枠10分ぐらいで終わるから。え、高いの網戸って。うん、10メートルか、10メートルの長さで、うん、そう、長さで1500円、1600円だったかな。あ、そうなんだ、うん、で、あの網戸もさ、あのこの網の細かさで、あ、違いそう、32メッシュとか24メッシュとか書いてあるのさ、わかんねえけど虫入ってほしくないから、とりあえず一番細かいやつってしたんだよ、うんうんうん、一番いいやつってこと。一番いいやつはなんかね、あのメッキがあったよ、メッキでなんか針金っぽくなってるやつがあった、強いってことかな、だと思う。それが多分一番高かった。そんないろんな種類あんだね。初めてです。網戸にね。そう、俺も自分でちょっと DIY やろうかなと思って見てみたら、うんうんうん、わ、こんな種類あるんだと思って、うん。なんか一気にお家どんどん新しくしてるね。しかもほぼ全部、まあ屋根は無理だけどさ、二重窓自力でやったし。ねえねえ、うん、やってるね、頑張ってるね。頑張ってる。あとはあれだね、ロフト作るだけ。ロフト作って音楽室作るせたよね。金かかる。俺それだったら安い中古物件のさ 1K とかのマンション買った方がいいと思うんだよね。あ、それ専用のね。そう、確かにその方がいい、防音室付きの、マンションを使いたい方、スポンサー様募集しております多分150か200ぐらいでいけると思います。すごいな、ぜひ2部屋お願いできたらと思います、はい、機材は僕が全部揃えますね。いいことは、あのスーパー行ったらタイがさ、普通にこうさばかれてるやつじゃなくて一尾売りしてたのね。うんうんうん、一尾500円だったのよ。安いね。安っと思って。え、普通っていくらぐらい一尾。柵買いってわかる？柵で売ってるの。あ、もう切れてるやつってこと。切れてるやつ、さばいたやつさばかれてるやつ、うん、あれでマダイとかだと、天然マダイとかだと多分ね、柵だとね、柵で600円とか1000円ぐらいしちゃうんだよ。おー、柵って半身のさらに半身だから、ほほほほほ、で4分の1されてるので、あ、それで500-600円しちゃうはずなの、安くても。タイって高いんだね。めでたいですから。はあ、うまいこと言ったね。よく言う、よく言うあ、そうなんだ。で自分で一応3枚とか下ろせるんだけど、うんうんうん、タイって骨めっちゃ硬くて。あ、そうなんだ。しくじると身が削れるのよ。あ、ちょっと久しぶりだったから自信なかったので、うん、その場でさばいて終わっちゃった。絶対その方がいいよ、うん、美味しく美味しく食させていただきました。へえ、なんか嬉しいよね、思ってた値段より。そうなんですよ。だって半額以下ってことでしょ。まあ3分の1から4分の1じゃない。あ、そんぐらいか。になると思うよ。うん、おい、でもそれだけ安かったらいいわね。うん、めっちゃ美味しかった。いいことでした。いいことだね、うん、よかったね。大変でした、モップが、うん、タイだけにそれは考えてなかったな。一個上行かれたな。タイだけに大変でした。大変でしたよ。あらららら、モップが狂気乱舞してましたよ。あ、食べたいって。そう、もっとよこせってずっと泣いてた。かわいい。そういうのあげた方がいいって、動画にしてそっか、うん、今度撮るわ、うん、はい、んな感じです。トムちゃんは。いや、私ですね、ちょっとなんか特別な体験をさせていただきまして。はいはい。あの、田子の浦部屋ってお相撲の、うん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 、のね、あの赤富士さんっていう関取さんがいらっしゃるんですけれども、はいはい、うん、その赤富士関がこの度あの引退をされる。あ、そうなんだ。まだ29歳とか27歳って言ったかなぐらいなんですけど。相撲の場合何歳が適齢年齢なのかが全然わからない。でもあれですよ、高安関も32とかかな。じゃあそろそろっていう感じなのか。27だったらまだだと思うけど、うんうん、30ぐらいが結構境目になってくるのかな。かもしれないね、うん、あのそうね、そうだと思う。稀勢の里関も多分引退されたのが34とか。あ、じゃあ30過ぎぐらいとか30前後なんだね、うん、だと思う。で引退されて、あの部屋で断髪式があったんですよ。へえ。部屋で断髪式ってなかなかあんま聞かないよ。そうそう、タコノラ部屋自身も今回初めてやったらしいんですけど、うん、へえ、まあ、土俵上でね、うん、たくさんのその講演者の方たちが集まって、うん、って言っても限られたね人たちだけで、やっぱ部屋なんでね、そんな大きくはやらずに、うん、ほんとお世話になった人たちだけ集めて、うん、で一人ずつその土俵入りして切っていくのね、部屋の中でね。そう、部屋の土俵に、部屋にある土俵で。でいつもさ見てるだけじゃん、うん、私たち女性陣は、うんうんうん、土俵って女性上がっちゃいけないっていう決まりがあるから、うん、でそしたら
女性の方もぜひって言われて、男性が切り終わった後に、うんうん、その赤いしずきが土俵から出て、うん、その私たちがいる今の方に来て、なるほどなるほど、で私たち切らせてもらって、なかなかできない。いいねそれ。そう、もうなんか震えちゃった。私も切れると思ってなかったから、はいはいはい、突然の出来事で、はい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 、切っていいのみたいな、うん、でも 2,3 本切ってくださいみたいな、ここら辺を教えてくれるのね。で大きいハサミでさ、ゴールドの、うん、ゴールドの金のハサミで、うん、もう震えちゃってなかなか切れないのめっちゃ時間かかってで、なんかプシって切って、お疲れ様でしたって言って、いい経験だったね。すごいすごい、ね、感動した。ちょっとあの動画どっかで開けたいと思うので、ね、ぜひぜひ、はい、見てもらえたらなと思います。うんうん、すごい貴重な経験にしてもね、赤石富士関の下の名前に驚きましたよ。なんていうの知らないんだけど、恋次郎。恋次郎ってあれよ、恋をする方、愛とか恋の、あ、本当は恋なの恋心の恋なの。へえ。珍しくない。でもあの関取さんの下の名前ってなかなか知らないからね。そう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 、上の名前しかね、うん、知らないから、ちょっと調べたらなんか恋次郎、恋次郎これから恋をたくさんしていくんでしょうね。そういうことだね。なんか介護の世界に行かれるって。ああなるほどね、うん、引退されてね。だから髪、その断髪式の後にちゃんと美容院に行って、うん、スーツを着てね、うん、なんか再登場したんですけど、別人みたいになってました。へえ、何、いいじゃんいいじゃん、かっこいいかっこいいって。でも力あるから介護とかのね、すごい助かるんじゃないですか。だと思う、ね、力になるでしょうね、ほんとね、うん、これからが本当に楽しみな出来事を、うん、見させていただきました、うん、せせらぎナイトミュージック。はい、ではここでお便りコメントをご紹介していきたいと思います、はい、ツイッターにいただいたコメントですね。はい、まずは山形さん、お、ありがとうございます。グローリーデイズ、久しぶりに聞けて嬉しかったです。来たー来たって、うちのお兄ちゃんのが野球ね現役だった時に、勝ち投手になると必ず右手を上げて来たって、これグロリーデイズってお兄ちゃんに書いた曲だったもんね。そうそう、ありがとうございます。前の感じも今も好きです。嬉しいですね、ありがとうございます。明日への扉も懐かしく良かったです。やりましたね、明日への扉、懐かしいね。確かにね、あの曲はなんかホッとする歌ですよね。ね、可愛らしい、なんかピュアな感じの。ともちゃんピュアノを弾きながら歌えばいいじゃん。猫踏んじゃったしか弾けない。おっと、子猫踏んじゃったも弾ける。絶対言うと思った子猫踏んじゃっちゃちゃってじゃっちゃったじゃん、跳ねるかなちょっと ね、 跳ねるな、子猫の場合、ね、できないよそんな。でもほら、あの曲はピアノの曲だからさ、うん、いけんじゃない、練習すれば。え、ピアノってそんな簡単にできんの？ギターよりは簡単だよ。そうなの？右と左って同時に動かないよ、違う風に。 あれね、ピアノを極める、あのすごいほらバックで弾いてるさ、サポートとかのね、うん、レコーディングエンジニアしようか、レコーディングアーティストの方のピアノまで行くと、うん、そんな簡単は無理だけれども、うん、伴奏のブンジャンジャンとかだったら、だって押せば音鳴るんだから。まあね、これそうだね、こっち押したって音なんねんだから。ギターはそうだよね、押さえ方がね、あるでしょ、押しても音は鳴るけども、うん、そんなふうにならんよ。で、鳴るけれどもそんなの無理だから、うんうん、ピアノはいけるよ。ピアノはね、ガチで習っとけばよかったってずっと思ってる。遅くないよ、やっちゃう、やっちゃえやっちゃえ。エアピアノは得意なんだけどな。意味ねえがな意味ねえがな、それじゃあ。なんか確かに、でもピアノは興味あるな。やった方がいいよ、ちょっと時間あったら。絶対やらない皆さん覚えててくださいね、時間があったらというのは絶対にやらないですやるわけがないです、時間がないっていかにも言える。次のコメントいきたいと思います。あ、どうぞ、はい、続きまして、いつもありがとうございます、タオさんです。ありがとうございます。あ、王様ランキング私たちが見たっていう話をしたからね、はいはいはい、それについて、はいはい、見たらハマる原作もぜひ読んでください。へえ、漫画なんだっけ王様ランキング。ごめん、俺はねアニメ全部見たけど原作知らない。私も知らなかった。漫画なのか、小説なのか知らない。あ、小説っていうこともあるの。最近のアニメは小説出が多いかもね。ええー、
あ、そうなんだ。小説、アニメ、漫画の順番じゃない？え、そういう場合ってさ、その絵を描く人に依頼するってこと？この小説で絵を描いてください。そう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 。順番が分かんない。小説、アニメ、漫画の順番と小説、漫画、アニメの順番で結構分かれてくるんだけど、基本的には小説が、うん、結構売れてきたりとか人気出てくると、そうアニメとか漫画に行くね。へー、だから賛否両論あるんだって。本当だね、うん、なんか文字だとさ、想像してる主人公と違うかったりするもんね。そう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 、その本のやつがさ、人で映画化されることも多いじゃん、うん、その時結構がっかりすること多いもんね。そう、主人公それじゃないみたいな。正直僕はハリーポッターの時一発目はそう思ったけどね。ハリーポッター可愛いじゃん。俺はあ、俺小説の方が面白いと思っちゃったから。あ、そうなんだ。そう、ファイヤーオブゴブレットあたりから逆に映画の方が面白くなっちゃったんだけど、うーん、4作目ぐらいからね。映画4作目ぐらいからは俺そっちの方が好きになっちゃって、へー、逆にハマっちゃったんだけど、うんうんうん、初めの方は小説の方が面白いと思って読んでた。ハリーポッターって実際にあんな長いの？長いよ。あ、長いし、長いっていうか小説の方がもっと長いよ。あ、そうなんだ、うん、だからなんだよ、ここ超自分でほら好きな場所あるじゃない、うんうんうん、なんでここカットすんだよってのがあるから。 あるんだ。あ、覚えてるんだね、うん、まあ読んでるとね。いや、小説普段読まないからあんまりそういうのないんですけど、私はね。私最近結構小説読んでると思う。ライトノベルだけどね。何ライトノベルって？もう一回言ってみ。ライトモーベル。え、何？ライトノベル。ライトノベル、うん、携帯ってこと？軽音みたいな感じよ。あのほら軽音部って言ってさ、なんか簡単な音楽とかやったりするじゃない、高校生とかが。 あれと一緒でライトノベルっていうのは簡単な軽い小説だから、ものすごくさ、うん、あの芥川龍之介とかが書いた羅生門みたいな激ムズではなくて、いわゆるそのファンタジー小説とかさ、へ、そういうやつの方ですよ。あ、そっちなら読めるかも。私でもいけると思うよ、ね、だからハリーポッターが小説になってると、あれはライトではないけど結構長編だけどね。うーん、いけんじゃないですか。へえ、初めて聞いた。そっちの方が想像力こうかきたてられるから面白いよ。あ、なるほどね、うん、ちょっと、え、でもな、漢字読めないんだよな。はい、番組へのお便りに歌ってほしい曲のリクエストなどは随時受け付けております。メールアドレスはsemu0220@gmail.com sesemu0220@gmail.com までです。ツイッターの場合はアットマークにセセミューをつけてつぶやいてくれると嬉しいです。ともよちゃんに漢字を教えてあげてください。よろしくお願いいたします。お願いします。セセミューナイトミュージック。はい、では次のコーナー行きたいと思います、はい、続きましてはお口直しのお時間です。はい、このコーナー今日のお題ということで、うん、本日は私ともよが、うん、お題を出させていただきたいと思います。はい、怖いな。私が大好きな内容だわ。え私が大好きな内容。あの、ジャンル、ジャンル。あ、ジャンルね。ジャンルすごい好きなんだ。恋バナとかかな、きっとな。うん、そうだね。いきますよ。はい、中地くんに質問です。はい、ゾンビだらけの世界でどうやって生き残れる？だから全然恋バナじゃないじゃないですか。でゾン、この世がね、もしゾンビの世界になりましたら、あなたはどう生き残る？でも中地くん、私の中ですごい計画的にやりそう。なんか、あ、缶詰あと何個だからみたいな、あと10ミリずつねみたいな、なんかすごい やるような気がする。やるよね、うん、すっごい細かそう。そこら辺の、節約はすごいと思う、うん、ね、すっごい細かそう。でなんかそのせいでさ、ちょっと悪いやつがさ、なんか陰で盗んで食べててさ、それを見つけてみたいな、なんか何やってるなみたいな。なんかそういうバトルがありそう。何のアニメだよ。アニメじゃないよ、もうそこまで来たら。もう一回、 何について話せばいいんだっけ。え、ゾンビだらけの世界になったらあなたは生き残れますか。生き残れません、以上。ちょっと膨らましてよ。なんで俺頼みで来るんだよ。なんか質問してるんだから、なんかもうちょっとなんか俺だったらこういう風にするかなみたいな。だって
どうやって生き残る？あ、どうやって生き残るって来るんだったら話は分かるけど、そう、生き残れますかって来たからじゃあ生き残れませんって終わりになるじゃんよ。違う、もともとどうやって生き残れるっていうようですよ。ゾンビだらけの世界の中でに入っちゃった場合はどうやって生き残るんですかってことね。そうです。 あなたならどうやって生き残りますか。なんか武器かなんかないのそれ。武器はあれじゃない、まあ、普通にお家にあるような武器なんじゃない。この椅子とかね、あこの鈴とかも武器になるかもしれないよ。あなるほどね。とりあえずスカイツリーに行く。高いところ、うん、そんな怖くない。だって狭いよスカイツリー。スカイツリーの上に上がってくる場所みんな階段登ってくるよ。あそこ上まで階段で来んの。うん、あそうか、ゾンビ疲れ知らないから。そうだ、しかも落ちたって別に痛くも痒くもないもんな。そうだよ、あかんやん、うん、ドロゾロ来る、ゾロゾロ来る、ドロゾロ来るドロゾロ来る、ドロゾロ来る。いや、どうする。考え方としてはね、はい、さっき言ったように食料確保がまず第一でしょ。そうですね、生き残るためにね、うんうん、で食料確保をした後に、はい、どうやってそのゾンビから逃げるかというと、はい、ゾンビが一直線でしか入ってこれないような場所を作るんですよ。なるほど、うん、その道をね狭くしてね。そう、うんうん、その逃げ隠れしてる場所には一直線、はい、せめて一人か二人ぐらいしか入ってこれないという場所を作ってしまえば、はい、一斉に襲われることはないので、うん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 、そうでしょ。一体ずつ、一体ずつ確実に倒していけば、うん、なんとかなるわけですよ、うんうんうん、ただ倒せるかというのが問題だなそこよ。でもさ、バイオハザードとかのゾンビってさ、うん、正直その頭打ち抜いたら終わりじゃない。そうそう、ウォーキングデッドもそう、頭狙えってみんな言ってた。そうだよね、うん、じゃあ頭狙えば倒せるってことじゃない。そうだよ、じゃあ一列にして頭とりあえず一体ずつ倒しておけば、うんうんうん、まあ弾薬が持つ限りなんとかなんじゃない。そう、結構大変だからね。ゲームの話ですよそれでももう弾は多分日本だからないよ。ないね。もうナイフよ。ナイフだね。ナイフとか木の枝、木の枝、木の枝で、あなんか生々しい話すんな夜の10時にさ、夜だからできるのだいたいゾンビだらけの世界になってどうやって生き残るって言ったら、とりあえず何とかして食料確保するのと、はい、車をどうにかして必ず確保したいわな。ね、結構みんなガソリンの取り合いなんだよね。なるよね、うん、そうなるでしょ。だって俺だけじゃないんでしょ、生きて生き残ってんのが。そうよ、みんな行きたいんだから。そうでしょ、うん、大戦争よ。生き残りたくない。そしたらだってもうウォーキングデッドにしろ、うん、そういうゾンビ系の映画にしろ、うん、最終的に怖いのは人間だから。そうでしょ、うん、であれば僕は早くゾンビに噛まれてゾンビ側に行きたいえ、いいの。何が。おいきいきするの。え、おいきいっちゃうの。やられちゃうの。だってさ、俺あの元も子もないような話するんですけど、はい、あのウォーキングデッドとかさ、バイオハザード系ってさ、うん、まあみんな逃げてなんとか生き残ろうとしてるわけじゃないですか。そうね、そうね、じゃないですか、うん、で人間同士の醜い部分が現れるじゃないですか。そうなのよ、そうなのよ、必ずそうなのよ。そう、うん、でもやっぱり主人公に感情輸入するから、うん、なんとか頑張って生き残って、なんとか頑張って助そう仲間でね支え合いながらで、うん、なんとか世界を救ってほしいってなるんだけれども、はい、あれ実際に自分があの立場に行くことはないじゃん。わかる？どういうこと？自分があの立場になったら、はい、なんとか頑張って生き残ろうと思うけど、うん、実際自分がああいう世界に陥った時に、うん、どういう立場になるかっていうと、途中の街でなんか油とか売って騙そうとしてるおっちゃんとかよ絶対に。そこになるの？あ、頭使いすぎて悪い方に行っちゃうってこと？悪い方に行くというよりは、うん、あの引き立て役の方になると思うあ、そうか、主人公でバサバサやるんじゃなくてってことね、うん、そういうなんか特別な力を持ったりとか、すごい強いアイテム、うんうん、武器とかを持ったりとかじゃなくて、はい、もう何にもない状態で死に物狂いで逃げまくるという状況になるわけじゃないそうね、うん、そうね。で最悪そこで人に裏切られるわけでしょ、うん、そうだよ、どんどん嫌なやつになってくと思う。ガソリンが欲しくたって奪われるさ、食料集めたって奪われるさ。そうよ、でも弱肉強食の世界になるわけじゃないですか。一番優しそうな人が一番ひどい人だったりするからね。でしょ、うん、であればゾンビ側に回りたい。そっかその方が幸せかなだってもう考えることもなくなるでしょえ、でも私はねすぐ死ぬ気がするなんだかんだでいろんな、なんだかんだできっと大丈夫か、ま、守ってあげるよって人がたくさん周りに来て、マジで、うん、来てみんなに裏切られると思うえ、裏切られたらすぐ死んじゃうじゃんと思う。
やっぱすぐ死ぬよねと思う。私多分すぐ死ぬ気がするんだよな。生き残れない気がする。それか火事場のバカ力みたいな感じでなんかすごい発揮できちゃうかもしれない。するかな。無理か。勘で生きてる人だからね。でもね、計算じゃなくて、あのね、あでも分かんない、そういう世界になった時に、そうなのよ、なった時にどこまで理性が働くかの問題なの。ワクサそうね。これ俺言っていいのかなラジオで。何を。俺結構ネジ外れてとかあってさ、おお、そこら辺の感覚がたまになくなる時あるんだよね。え、どういうところ。え、そこら辺ってどういうこと。だあの、まあ、平たく言えば、うん、たまにどうなってもええわと思うとこがマジであるわけよ。嫌なことがあってってこととか、嫌なことがあったりとか、まあそういう、まあそうね、そういうのがあったりとかするときに、仕事がうまくいかない、なんとかいいのを作りたいな、もうどうでもいい。あー、一回頭をオフにするってことね。というよりは、あの今ものすごく、あの平たく言ってるけど、うん、それのものすごく大きくなったバージョンよ。うーん、ことが大きくなったバージョン。もう自分の命を、例えばね、自分の命を助けて人の命を投げ出すか、人の命を助けて自分の命を失うかの瀬戸際になった時に、うん、どっちの方に理性が働くかというと、うん、俺は多分だけど、うんうんうん、ちょっと分からんところがある、うんうんうん、今の感覚だけど、うん、今の感覚だったら自分を切って人を助ける方に多分行くと思うけど、うんうんうん、いざとなると、いやネジ外れとこがあるから、うんうん、多分両方とも選ばないで、うん、あの2人ともおじゃんの方を選ぶ可能性がある。俺は、うんうんうん、なるほどね、うん、もうどうなってもいいわってなっちゃうとね、うん、もうええわっていう。あー、なるほどね。それは自分だったらどうなんだろうな。最終局面の話ね。そうだね、本当に本当にもう無理ってなった時ね。そう、うん、映画とかの主人公の場合は絶対に何が何でも、そう、自分も生き残ってこいつも助けるの方に行くと思うんだけど、そう多分俺真逆行くと思うんだよね。あ、なるほどな。でも結構さ、その映画とかドラマになるとさ、すごくなんか目立たない人がめちゃくちゃ強くなっていったりするじゃない最後の方す、あんな最初あんなひ弱だったのに、一番初めになくなると思っていたのに、そうそうめちゃくちゃ今頼りになってるじゃんみたいな。一番初めになくなったと思ってたのに、なんかいつの間にかお助けキャラで超強くなってたでしょ。そう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 、そういうの多いじゃん。多いね。そういうこともありえるからね。あー、なるほどね。今の自分と違う自分が生まれる可能性は。あー、なるほどね。いろんな経験をして強くなっていって、なるほどね、そういうその限界のところでずっと頑張っててね、うん、そう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 、人との居合わせのところで、うんうん、死に物食いで頑張ってたら何かにこうひらめきというか目覚めてしまってそう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 、自分の限界を突破するというするよ。そういうアニメとかゲームとか映画みたいな世界になってくれればいいんですけど、ダイハードとか絶対に助かるじゃん。助かる絶対無理だってってとこもね、うん、そうだね、必ず助かるから。助かるよね、うん、あれは結構物理的に無理なところ物理的に押し通していくからね。すごいよね、うん、あれんわっていう、その崖からダイブしたら死ぬやろうっていう感じのをうまくかわしていくからね。うまくね、うんうん、まあないだろうまあ願うのは世界が平和であってほしいということですか。そういうことですよ。まあどうやって生き残るかに関してはとにかく食料だけをなんとか、そうだね、なんとか得て、うんうん、ひたすら逃げると思いますよ。あと大人数でいない方がいいね。そうだね、本当信用できる人だけとなんかいたいよね。ええ、大人数で言うと多分裏切られると思う、うん、そんな気がする。なんか元も子もないような話してませんか。裏なんちゅう話題を振ってくるんだよ本当に。嫌な夢見そうだからこの辺にしときましょうか。終わりにしましょうね。はい、ということで、何今日のお題は何だったの。ゾンビだらけの世界、あなたはどうやって生き残るでした。せせらぎナイトミュージック。はい、では次のコーナーに行きたいと思います、はい、続きましてはパスタのお時間です。はい、このコーナー、その時の私たちの今日の一曲ということでね、私たちからのおすすめの曲だったりリスナーさんからのリクエスト曲にお答えする時間でございます。今日はリクエストいただいた曲ですね。だいぶ前だったんじゃないか。だいぶ前ですけどお待たせいたしましたですね、はい、本当に、聞いていただきましょうか。これなん
っけ、ドラマの主題歌でしたよね。あれ確か、あれえ開会式じゃなかったっけ。え何の、お東京オリンピックの、え違いますよ。あそうでしたっけ。えドラマですよね。あそうでしたっけ。開会式もそうなの。なんか箱何箱だっけのドラマ。ああ箱詰め、箱詰め怖いこと言うなよ待って待って、ちょっと今調べるから、なんか喋ってて、今一生懸命ともよちゃんが調べております、はい、なんだって、なんでしたっけこれ。確かね、ほら箱詰め。おお素晴らしい。箱詰め、ドラマ箱詰めの、あ違う曲か、主題歌です。あれ開会式は分かんない。えミレイさんが歌ってたの。歌ったような気がしたけど。あそうなんだ。でも俺もなんか記憶がそう言われると怪しくなってきたな。うーんちょっとそれはよくわからないです。後で調べておこう。お願いします。変なこと言ってはいけない。そうよ、公共の電波で。本当ですよ。はい、やりましょう、はい、では聞いていただきましょう、はい、ミレイさんでオーディナリーデイズ。合ってる？大丈夫です、合ってます、はい、オーディナリーデイズ聞いてください、はい。そう悲劇よりも喜劇よりも見てたいのは奇跡のような当たり前を照らすこの日常。間違いじゃない、戻ることも許すことも怖いけど、ふとした時に君にほどけそうな靴ひも強く結んだ。歌って転んで理由も覚えてないけど、最後も逆も愛してきたんだ。Maybe もう曖昧な言葉は必要ないんだ。ずっと君の隣で笑うよ、私のさ欲を言えばキリがないけど、どんな言葉で伝えようとも足りないくらい今が愛しんだ。君が君でいるためにそこに光が差すように、どんな時もそばにいたんだ。この手をずっと完成もない正解もない、ゴールの向こう君がいるなら頑張ってみようかな。呆れそうな言い訳でも信じたいんだ。歌って転んで傷は数えてないけど、大丈夫嘘を重ねてきて曖昧な言葉は必要ないんだ。ずっと君の願いが叶うように、泣きたい時に泣けるように、欲を言えばキリがないけど、暗がり迷ってた日々も立ち打ちできなよと今が愛しんだ。導けなかった希望も報われなかった昨日も、今生まれ変わるんだきっと、この手をずっと離さないよ。笑うより君に笑ってほしいのさ、欲を言えばキリがないけど、どん
な言葉で伝えようとも、どうしようもないくらいに愛しんだ。君が君でいるためにそこに光が差すように、どんな時もそばにいたんだ。この手をずっと離さないよ、どんな日もきっと輝くんだ。この手をずっと離さないよ。ありがとうございます。ありがとうございます。オーディナリーデイズ、そうです、聞いていただきました。はい、難しい曲です。難しい曲だったね、うん、頑張りましたよ。これミレイさんはよくこれをあんなにスラスラと、ね、え、自分で作られてるのかな、すごいね。編曲の話だよね、うん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 、ね、自分で作曲編曲までやっているのか、編曲は別の方にお願いしてるのかでね、うんうんうん、だいぶアレンジが変わってきちゃいますけど。そうですね、すっげーっすよ。まあギターも大変そうでしたね。あのね、うん、リズム取るのが大変なんだこの曲。そう、もう細かく刻まないとね。うん、そう、普通のメトロノームの BPM だと絶対ダメだから、うん、倍速で取っていかないと難しいですよ、うん、そうですね。このチャッチャッチャッチャで取ったら絶対、そうね、ずっとこれじゃダメだからね。ってだと無理無理無理。タッ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 タ。そう、そうですね。そう、練習する方は倍速で撮ってください。絶対その方がいいです。歌もそう、倍速で撮らないと多分追いつかない。これは追いつかないし、多分そのリズム的にシンコペーションとかも多いし、うん、全部そこら辺が結構ふわりもね難しい。そうね、変なところで食ったりとかしてるからね。そう、 そういうのもやっぱりこのね、リズム取らないと多分ねいけないですね。これ難しかった。勉強にはなったけどね、ここで進行は、ここでこのコードあ、ここでこの、わ、すげえなっていう。そうだよね、うん、変化がすごいよね。すごいすごい。いや、面白い曲をリクエストいただきましたね。本当ね、ありがとうございます。ぜひぜひ皆さんリクエスト、はい、曲のリクエストねお待ちしてますので、はい、ツイッターの場合はアットマーク SESEMYU アットマークセセミをつけて、うん、リクエストいただければと思います、はい。お便りの場合もねありますのでね、お便りは SESEMYU0220 アットマーク Gmail.com までね、はい、リクエストいただければと思います、はい。ちょっとお時間いただきますけれども、リクエストいただいてからね曲によりけりだけどね。そう、曲によりけり、すぐ行けるのは行くから、ぜひねバシバシとリクエストいただけたらと思います、よろしくお願いします。せせらぎナイトミュージック。はい、では次のコーナーに行きたいと思います、はい。最後はデザートのお時間です。はい、このコーナーお待たせいたしました、クイズコーナー。先週の答え合わせでございますよ。何だったっけ。先週の問題は、うん、中内くんが最近買った家電製品は何でしょうかという質問でございます。それに対してたくさんのツイッターお手紙たくさんいただきましたからね、はい。ということで正解発表したいと思います。正解は掃除機です。はい、ドゥルルルとかないわけ。あります。もう言ったからいいよね。もういいよ、もういいよ、もう遅い、もう遅い。あ、じゃあ当たった人には何がもらえる？はい、スカイウェブグッズ当たります。何ですかこの茶番みたいな感じは。何このグダグダ感。本当よ。ちゃんとして。すいませんでした。ということで、私、はい、私が最近買った家電は掃除機でございました、はい。吸引力のすごいやつですね。そうです、いいですね。電気屋さんに行って買ったやつですよね。そうです、試して、いろいろ試してね、試してね。私も掃除機買おう。はい、吸引力がいいやつね。吸引力がいいやつをね買いたいと思います、はい。それでは告知タイムですね、はい。
中内くん告知ありますか？はい、6月の18日、はいはい、千葉県銚子市にありますライブレストランガレさんでワンマンライブがございます、うん、そして6月の、1個2個3個4個6月の22日水曜日うん、僕の YouTube チャンネルで生放送ライブがあります。こちら無料で見れますね、はい、夜9時からのスタートになります。そして8月の5日、うん、新宿あけぼの橋にあるバックインタウンさんで僕のワンマンライブがあります。あとはね、ところどころ無料のライブとか、うん、あのホテルのライブとかもあるんですけど、うんうんうん、それは結構もうたくさん入っちゃってるので、うんうん、ブログとかホームページにね更新してありますんで、そちらの方を確認して遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。あれ今日ライブだったんじゃない？ライブだったんですよね。ですよね、今日どこだっけ？今日はね千葉県旭市のね、あ、地元だ、ペパミントさん。そうですね、盛大に終わってるといいですね。そうですね、はい、終わってることでしょう。終わってることだと思います、はい、では私の告知行かせていただきたいと思います、はい、まず YouTube ですね、TOMO アンダーバー YO でともよチャンネル、こちら歌だったりトークだったり、ミスワインとしての活動をアップさせていただいております。日本ワインをまだまだね知らない方が多いと思いますので、日本ワインの美味しさをね、ぜひお勉強していただいて一緒にですね学んでいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします、はい、そして笑いたいときはルミトモ TV というバラエティ番組も YouTube でやっております、こちらは歌手2人が歌い替えで対決して負けた方がお尻を痛く叩かれるという、とってもね笑える番組です最後の紹介が痛い思いをするんですけど笑える番組です、はい、見てる方はもう笑える番組なのでね、ぜひあのちょっと嫌なことあったぜとかちょっと笑いたいぜっていう時にぜひルミトモ TV 検索していただけたらと思います。よろしくお願いいたします、はい、そしてスカイウェブさんの YouTube ございます、1週間前のセセミューの映像が毎週土曜日配信されておりますので、みそびれたとかね、もう一回聞いてみようかなっていう方、うん、ぜひたくさん聞けますので何回でも聞けますのでね、ぜひ YouTube でスカイウェブと検索していただけたらと思います、はい、スカイウェブ FM って検索してくれたらいいのかな。そうだ ね、 ねあのとかラジオとかつけたり、そうそうそう、スカイウェブだけだとそう違うサイト行っちゃうので、そうそうそうなんだよね。そう、スカイウェブ FM892 とかでやってくれた方が確実です。うんうん、そうですね。はい、こちらので検索していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、さあでは6月最初の放送が終わりに近づいておりますよ、うん。6月はどんな月にしたいですか？爽やかな月にしたいです。やっぱ梅雨だからね。俺も梅雨ダメなのよ。じとじとしてる。俺梅雨の時期でいいなと思うこと一生懸命考えるんだけどないんだよ ね、 やっぱりね。髪の毛もクルクルしちゃうしね。本当よ、癖毛の人たちは大変よこれ。ねえ、ギターもしなるしね。しならねえってなる。ギターがしなったら折れるっちゅう。サオじゃないんだから。そうね。どうよ。なんか。いい梅雨になったらいいですね今年はね。ね、うん、なんかその嫌なあー鬱陶しいなと思うことでもいいこと見つけられたらいいですよね。そうだね、少しでもね、うん、光を見つけていきましょう。なんか壮大な話になるからやめていただいていいですか？なんか闇の中から光を見つけていくみたいな今日なんかゾンビの話だったりね、いろいろあの梅雨だよって話をしてるだけだからね、はい、ダークな話をしてましたけど。そうだね、確かにね、爽やかに最後はね、はい、そうだね、締めたいなと思いますね、はい、ということでこの番組では番組スポンサーを募集しております。企業さんまた個人様、匿名希望でも OK です。お店や商品など番組の途中途中で告知や宣伝を実施いたします、はい、お申し込みお問い合わせはメールアドレス info@892fm.com info@892fm.com です。ファックス番号04344155592、ファックス番号は04344155592までお待ちしております。はい、それでは皆様今週もお疲れ様でした。来週もこのお時間にお会いしましょう。ともやと中内拓真でした。おやすみなさーい。